くしてくれた人は心が優しいので天国に行けるらしいですよ。そして夜中の2時にすごいメールが来ましたよ。毎日ゴミ拾いお疲れ様です。いつも来てくれる公園の管理人さんです。昨日すんごい数の高校生が公園でおかしいぐらい飲み物捨てました。死ぬほどうざいのが全部飲みかけです。よかったら拾って飲んでください。そんなの嫌に決まってんだろと神が言うとでも思ったか。じゃあ行ってくるわ。夜中の3時です。うわめっちゃ飲み物落ちとるやん。これ拾って全部飲みますか。落ちてた飲み物全部飲み終わったんで家に帰ります。ただいまー。帰り。やべめっちゃキュップ出そう。なんでそんなクソ。大丈夫？ねえちゃん。待って、なんで俺の息こんな臭いん？お分かりいただけただろうか。